近藤康は、日本の農業経済学者、東京大学名誉教授で、一時は農林省統計調査局長を兼任し、後には武蔵大学教授などを歴任した。愛知県壁海軍六び村、大和在内で、農家に生まれる。1918年、愛知県立第二中学校卒業。第八高等学校に進み、1925年に、 東京帝国大学農学部を卒業し、そのまま助手として大学に残った。1931年に助教授に承認し、1935年には東京高等農林学校教授兼任、1939年には農林省統計官兼任となり、1941年に教授に承認した。農地改革の必要性に言及した著書転換期の農業問題が、 問題となり、事実上追放される形で、東京帝国大学を遺願免職となる。この間、1937年に、タバコ専売制度がが国農家経済に及び母セル影響の研究によって、東京帝国大学から農学博士を授与された。近藤は、初期には、ヨハン・ハインリヒ本中年の、孤立国の翻訳と研究なども行っているが、思想面では、 ローザルクセンブルクの影響を色濃く受け、マルクス経済学の立場から農業経済学に取り組んでいたが、ルクセンブルクの思想の摂取をめぐって山田森太郎から批判されることもあった。日本資本主義論争には積極的に関わらなかったとされるが、立場は講座派に近かったとされる。近藤は東京帝国大学を離れた後、戦時下の1942年から東亜研究所に、 金武氏、他のマルクス主義経済学者の多くが経験したような、東国などは免れた。戦後、1946年1月に農地審議会臨時委員につき、3月に東京帝国大学の音楽部教授に復帰、以降、1947年から中央農地委員会に加わったのをはじめ、各種の行政委員会に加わり、 さらに1947年から1950年にかけては農林省統計調査局長を兼任し農地改革政策や農林統計の改革に深く関わった。1957年には当時正式国交のなかった中華人民共和国に初めて渡航した。1959年に東京大学を定年退職して、 武蔵大学教授に転じ東京大学からは名誉教授の賞を贈られた。その後には、農文教図書館理事長なども務めた。近藤は、裁判年まで40坪ほどの自家菜園で、農作物を栽培し続け、大勢な研究心を持続していた。106歳没。変著等は、多数に上るが、特に1955年の変著、日本の農業は、 毎日出版文化賞を受賞した。また、1970年代に、明治大正農政経済名著集、昭和前期農政経済名著集の刊行に際し、責任編集として指揮を取ったことも特筆される。ありがとうございます。